どうもこんにちは。前回ですね、万年筆の紹介を簡単にさせていただいたんですけども、こちらラミーのサファリとコクーンですね。なんかね、めんどくさい性格とかで大丈夫かなと思ったんですけど、意外にいけそうなんで、ちょっといろいろ調べたりとか見たりしてですね、万年筆をもう少しいいのを買おうと思って買いました。わかる方にはこれ箱でわかるんですかね。パイロットのよいしょ、エラボですね。結構いろいろ悩んだんですけど、札の伊藤屋さんでですね、試し書きさせていただきまして、買いました。なんかね、おまけでメモ用紙みたいなのいただいて、ちょっと楽しみですね、これもね。で、中身は、ブラックのカードリッジと、このね、こういうケースがおまけでついてきます。まあ、保証書とかですね。あと、伊藤屋さんで買うと、なんかこういうクリーニングサービス券っていうのがいただけるみたいで、1年後から半年以内にやると、点検していただけるということでね。ヘラボブラック。リブは、SM にしました。で、ちょっと自分使った、まあ、これ最初はブルーのインク入ってまして、僕はブルーブラックをカード値選べたんでいただいて、で、まあ、ラミーの方がね、気に入ってガンガン書いていって、インク入れ替えたんですけど、まあ、ブルー系が2つ最初入って、その後ね、色しずくの山栗と冬将軍、まあ、グレーとブラウンを入れたんで、ちょっとね、やっぱ万年筆らしいってあれなんですけど、真っ黒っていうか黒使ってみたいなと思って、まあその時にですね、まあこれパイロット黒を試せるんで、他の色いろいろ試したんですけど、なんか色しずくの竹炭がいいかなと思って買おうと思ったら、伊藤屋さんだと、まあ普通そうなんですかね、3つセットしか売ってくれないって話だったんで、まあ、今回はね、まあ、このカードリッジだけを試して、また、インクに関しては、ちょっと後半疲れちゃって、まあ、もう一回ちょっと試して、黒に関してはまたこだわって買ってみようかなと思ってます。まあね、黒いのだと、モンブランとか、ちょっとわかんないですね。真っ黒のインクちょっと調べて、また試して買おうかなと思ってます。では、まあ、早速と言いますか、まあ、試してみようかなというとこですね。で、ということで、先ほどお話した通り、ヘラボーの SM に、あ、そうですね。あと、これ、中に紺70が入っているんで、まあ、紺70使ったことないんですけど、なんか、使いやすいっていうのはね、いろんな動画で載っているので、まあ、楽しみだなと思いつつ、それはまた今度の話にしたいなと思います。どうなんでしょうね。カードリッジって意外にいいって方もいたりして。よいしょ。コンバーターとかでやるとね、下から入れて吸うんですぐ書けるんですが、カードリッジだとね、ちょっといつ出てくるかなみたいなのがちょっと読めなくて、まだ素人ですし、まだかなみたいな感じですかね。こうやってキュッキュッて押すみたいな。ちょっと出たかな。怖 指ついちゃったね。やっぱ黒だとバシッと出るんでしょうかね。出ましたかね。まだかな。あ、出た。少し、ちゃんと伊藤屋さんだと試し書きをさせていただいたので、その時に少し水が残ったのかな。どうでしょう。ちょっと薄いですね。薄いよ。薄いのかな。もともとこんなもんなのかな、パイレット。少し、
あれですね、濃淡が出ると言いますかね、そういう感じですね。まっすぐ引いてスーッと、あれですね、伊藤屋さんすごい、まあこれぐらいの値段のを買うんで、いろいろせっかくなんで試させてもらおうかなと思ったんですけど、まあ嫌な顔をせずにいろいろ出してくれまして、でまあちょっとタカさんの動画を見て影響が受けたせいなんで、柔らかいやつがいいかなってことと、そうですね、プラチナとパイロットと、あとなんか知ってる名前でウォーターマンとラミーと、あとなんか目の前にカランダッシュってね、その鉛筆のメーカーさんですかね、があったんで、それとあとペリカンとみたいな、なんか欲張りでいろいろお願いしたんですけど、まあ嫌な顔をせずに出していただきまして、いろいろ試させていただきました。気に入ったので言うと、エラボーと、まあ、カスタムヘリテージとエラボー、まあ、結論はねこれになったわけなんですけど、ヘリテージ、カスタム、ヘリテージと、あとラミーのちょっとなんだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、よかったんですけど、まあラミー一応サファリ持ってるんでね、ちょっとまあ航空もパイロットですけど、まあラミーは一旦気に入ってるからいいかなと思って、あとペリカンの、あちょっとなんかね、ペリカンのスーベレン、スーベレンとの続けたっけな、スーベレンのちょっと型なんか400、600、800みたいなの出していただいたんですかね。であとは目の前にあった、まあ、カランダッシュ、まあ、ペリカン、ペリカンスーベレン、そうか。でこの辺がまあ一応気になって、で確かペリカンが5万円ぐらいだったんですかね、ちょっと忘れちゃったんですけど、でカランダッシュのなんてやつかな、ちょっとこれも名前わかんないんですけど、なんか8万円ぐらいで、これラミーのが確か1万円ぐらいだったかなだったんですよね。でなんかウォーターマンは硬いですみたいな感じでちょっと触らせてくれなくて、やっぱりということで、まあこの辺で、まあ、どれも結構良かったんですけど迷いまして、まあ予算って言いますかね、とりあえず頑張ればね、別に買えるっちゃ買えるんですけど、なんか急にね、まあ、オックーンと、まあ、サファリとぐらいのやつから入って、急になんか5万8万はちょっとやりすぎかなと思いまして、やっぱりまあパイロットのエラー棒と、まあこれもなんか木の軸、木軸でかっこよかったんですけどね、ペリカンもなんかグリーンの軸のやつを出していただきまして、まあとりあえずまあエラボーかカスタムヘリテージかなと。でこの辺はなんかやっぱ M2 部で全然柔らかいですし書きやすいなって感じだったんですけど、日本のはやっぱ F そうですね、なんか SM2 部での方が書きやすいなっていう感じになりまして、ずっと最後までこの2つ迷ってまして、最後はちょっとまあデザイン的に何でしょう、万年筆、超万年筆ってガチーンって感じがしなかったので、こちらの方がね、選ぼうの方が、でまあペン先の差はちょっと正直そんなに自分にはわからないというか、まあどちらもいいっていう感じだったんで、まあ選ぼうに決めました。結果今ちょっと書いていて、書き心地の感想全然言えてないですけど、ちょっとこうインクが
まあ、純正なんで、まあ、問題ないかなと思ったんですけど、なんかちょっと水っぽい感触。まあ、感触っていうか、書いた感じ、間違えた。書いた感じが水っぽいんですよね。まあ、これ、こういうのも好みなんですかね。まあ、濃淡は出ますよね、こうね。グッと書いて、薄いなぁ。もっとなんか、ベトっとした感じが。ラミーのね、サファリがダーッとインクフローが良くて、気持ちよかったんであれなんですけど、ちょっと薄い感じがするのが、まあ、冬将軍と、まあ、山栗買ったんですけど、これも冬将軍がちょっと薄くて、なんか、みたいな感じがあって、山栗にすぐ帰って、ね、コンバタがね、使い慣れてないんで、なんかちょっとしか入んないんですけど、ちょっとしか入なくてもいいかって言いながら使ってて、まあ、使い切ってすぐこっち行って、まあ、山栗の方がね、濃いんで、気持ちいいんですけど、まあ、これも、黒くて、まあ、その、山栗ぐらいのね、柿感はありますけど、インクがあれなのかな。ほんとなんかインクによって全然書いてる感が変わりますね。で、インクね、ほんと最後いろいろ試させてもらって、その、竹炭と、あと何だったっけな、確かペリカンだと思うんですけどね、ペリカンのインクで迷って。モンブランの試させてもらえばよかったですね。あのでかい、なんかかっこいいやつ。試してないです。試してないんですけど、ペリカンのがちょっと赤茶っぽかったんですかね。で、まあ、この辺はね、なんかガラスペンで試させてくれましたね。ガラスペンで。インク試すときはもうガラスペンなんですかね。まあ確かにガラスペンの方がね、その差がぶれづらいのかもしれませんけど。なんか本当にインクって難しいですね。やっぱ書くものだからペンによっても違うし。例えば竹炭も試し書き用のペンに入ってて、まあちょっと安いやつなんでしょうね。どうなのっていう感じで、いいのか悪いのかよくわからんみたいな感じになっちゃったんで、なんかインクはね、試し書きというか書かれたの見ても、はい、試して買うしかないんですかね。ただなんかこう、インク基本でかいじゃないですか。なんかこういうね、こういうバーンって入ってきちゃうんで、使い切る自信がないっていう感じになっちゃうんで、色しずくはね、こうちょっとちっちゃいじゃないですか、こうね。使い切れるかもっていう。小さい方がね、なんか不安なうちはいいですね、と思って。で、今回も、まあ、ちょっと頑張ってね、ペン買ったんで、インクはちょっと我慢したと言いますか、次の楽しみに取っとこうと思ったりして、やってみました。しかし、なんでしょうね、どれぐらいいたのかね、1時間ぐらいは試させてもらったんですかね、1時間。で、皆さんそんなこだわらないのか、なんかさささっていなくなったんで、皆さん買わないのかなーなんて思ってたら、みんな買っていってるようで、思ったより皆さんささっと、まあ、お金持ちなんですかね、こだわってないのかちょっと分かりませんけど、インスピレーションで決めてるんでしょうね。自分はこだわってね、見ちゃいますよね。なんか画面だとそんな薄さが出ないですね。黒にちゃんと見えてますね。太い細いもね、やっぱちゃんと出てますかね。やっぱものすごい滑らかですね。やっぱりこう、やっぱり工業製品は値段に比例すると言いますか、その、まあ、サファリもね、すごい大好きなんですけど、大好きで、まあ、基本常用ですね。常用なんですけど、ちょっとこれは使っていくでしょうね。
徴用する予感。ちょっと今度はこれカードリッチをね、使い切った時のインク何にしようかな。なんて思ってます。今ブルーと、まあ、グレー、まあ、ブルーもインクがないんですよね。だからあとブラウン、ブルーのボトルを何か買いますかね。なんかペリカンのブルー、なんでしょう、ロイヤルブルー、ペリカンのブルー、まあ人気なんですかね。まあ黒はゆくゆくモンブラン買うでしょうから、モンブランを買うっていうのもいいですよね。日本でもブルーとこの辺グレーはちょっとわかんないですけど、ブルー、ブラック、ブラウンになるんでしょうね。3つスタンダードで言うと。あとカラー。カラーインクっていうのはね、なんかカジュアルに使えそうですよね。カラーはなんか透明軸に入れたくなりますね。透明な軸に入れたいんですけど、なんか安いのが多いんで、何でしたっけね、昨日もこの間も聞いたんですけど、パイロットでも確か透明軸のそこそこ値段するやつあったなぁと思いながら、あとは色に合わせて万年筆を買うかみたいな感じか。まあインクを考えながら万年筆を買うか、あとはこういう、まあペリカンかっこよかったっていうか書き心地よかったですね、カランダッシュとね。あとはカランダッシュのもかっこよかったですね。あとなんか気になるのはデュポンですかね。デュポンってこれで合ってるのかな。なんかライターをね昔使ってたんでブランド的に知ってて、カランダッシュ、あとモンブラン、次何買いましょうかね。2、3万くらいのもう一本買ってもいいんですけど、ちょっと頑張ってやっぱこの辺10万以下ぐらいぐらいをちょっと買うか、あとはまあインクに合わせてね、なんかカラーマネス、まあそうですね、2、3万ぐらいだったらカラーを決めてやってもいいんでしょうかね。ちょっとそういえばインクで言うとこんな本を買いまして、美しいインク沼の世界にようこそという本を買いまして、ちょっと見たりしてるんですけどね。まあ本当これこの見出しぐらい色があるわけで、ブルーはブルーで奥深そうですし、カラーっていうのでもね奥深そうなんで、ちょっとずつね楽しめるっていうか試せるといいんですけどね。カードリッジ意外に量あるんですよね。なのでかといってボトルがバンバン溜まってくるのもちょっと怖いなみたいなのがありますね。ということで今回はエラボとね、買って使ってみた開封動画みたいな形で撮らせていただきました。ちょっと今後もいろいろ試していきたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。ではまた。